マイキーの家が泥棒に入られるなんて。そうなの。ちゃんと鍵もしてたのに。鉄の扉を使ってるから、セキュリティはバッチシだったんだよ。僕の大切にしてたお宝が盗まれちゃった。僕のお花も、冷蔵庫の中の食べ物も、頑張って集めたお宝も全部取られちゃった。確かにね、この扉を開けてね、泥棒が侵入した形跡はないな。だって、泥棒侵入できるわけないよ。ちゃんと鍵閉めてたんだよ。お、水浸しになってるぞ、ここら辺。お、本当だ。なんで？なんだこれ？あれ？マッキー。ん？マッキーマッキーマッキー、マッキーの家ってさ、地下室なんてあったっけ？え？地下室なんてないよ。何言ってるの？ただここ見てマッキー、ここトイレのさ、ここの部分見て。地下へと続く通路があるんだけれども。え、ほんとだ。え、なんで？僕の家に地下室なんてないはずなのに。もしかしてだけれども、泥棒はさ、この地下通路からマイキーの家に侵入したんじゃない？え？このさ、地下通路の中、入ってみる？少し危険な香りがするけれども。え、確かに、ちょっと怖いね。けど行くしかない。泥棒捕まえよ、善一くん。まあそうだね、行ってみるか。ちょっと怖いけれども。中どうなってるんだ？行ってみるか。よし、気をつけてね。ってことで近いとね、侵入していきます。おお、慎重にね。慎重に行こう。なんか細い通路があるぞ。おお、トンネルみたいだな、これ。中どうなってるんだ。おお、何がある？見てマキ、これ危険だ。マグマセキュリティだこれ。え、泥棒がね、この地下通路にセキュリティを仕掛けてるぞ。ええ、気をつけて進もう。よし、行くしかないぞ。よし、よし、よし。ほほ、なんとか来れた。行くしかない。よし、頑張ってマキモ。よし、落ちないように気をつけて。よし、よし、なんとか来れた。おお、そしたら、はあ、ん？待って、ん？このまま先に何があるの？なんかドアみたいのがあるぞ。行こう。電子くん、ただ気をつけてね。他にもセキュリティがあるかもしれないからね。僕は先に行くよ。サンキューマキ。慎重にね。慎重に行こう。よし、大丈夫か。この先何があるんだ。よし、開けます。ん？ん？おっとっと、え？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 何？マキ、大丈夫？マキ、これさ、はあ、わかったマキ。このドアを開けると弓矢が飛んでくるセキュリティになってるんだ。あ、まずいぞまずいぞ。あ、いてててててて。ほほ、なるほど、危険だ。気をつけて行こう。うん、いや、マキ、行きましょう。行こう行こう行こう。もうね、弓矢は出てこないと思います。泥棒捕まえよ。泥棒はなんでこんなセキュリティを仕掛けてるんだ。そして、なんだこれ、はしごだ。うん、はしごがあるぞ。ああ、もう上に何があるのかわからないけれどもね、とりあえず慎重に行こうマイキー。うん、慎重に行こう。上登ってこう。これよし、行こう。大丈夫か。これはドア開けて大丈夫だよね。開けてみます。何があるんだろう。ん？ん？泥棒がいるんじゃない？あ、気をつけてね。いや、誰もいないぞ。ただえ、ここはマイキー、これ泥棒のアジトじゃない？絶対そうだよ。だって僕のお宝とかお金もある。これがマキのお宝か。これも全部僕のだ。え、これも全部マキの？あ、お、あ、しかも冷蔵庫の中も。おお、僕の食べ物だ。おお、マキ、やっぱりね、ここがね、泥棒のアジトらしいね。幸いね、泥棒は今留守らしいね。泥棒なんとしてでも捕まえたいよ。許せない。うん、そうだな。今泥棒はね、留守だし、今のうちに泥棒捕獲装置をね、作ってね、泥棒を捕まえましょう。やろうやろう、絶対捕まえるぞ。というか、そもそもなんだけれどもさ、ここってどこなんだ。ここなんだろうね。ドアがあるぞ。ちょっと外に出てみよう。どこまで来たんだ。なんだここの場所は。地上にあるぞ。っていうか、待って、え、よく見たら僕の家とマイキーの家がそこにあるぞ。見て、こんな僕たちの家の近くの林の中にあったの？そんな、こんなね、僕たちの家の近くにね、泥棒が住み着いてたなんて、ちょっと怖いな。今もドゾッとします。ってことでマイキー、絶対に泥棒をね、捕まえましょう。絶対捕まえる。よし、ということでね、マイキーのお宝を取り返してきました。まずはね、これをね、マイキーのね、
家にちゃんと戻しましょう。うん。こうやってと。で、お花もね、ちゃんと元の場所に戻してと。うんうんうん。で、ちゃんとね、このアイテムとかもね、ちゃんと戻さないとね。うん。こうやってと。よし。オッケー。そしたらね、泥棒はね、もう一回ね、マイキーのね、この家にね、盗みに入ってくると僕はね、うん、予想します。なので、それをね、監視カメラでね、バッチシと捉えましょう。ここら辺にね、監視カメラを設置しよう。おぉ。よし。オッケー。そしてね、マイキーの食べ物に関してなんだけれども。そうだね。また僕の食べ物盗まれちゃうよね。はぁ、あ。まあ、そうなんだけれどもさ、マイキー、泥棒の行動をね、先読みしましょう。うん、見て。僕これ。なんだ？見てください、このポーション。これはね、睡眠薬です。ということで、ちょっとマイキーの作業台を借りよう。はい。こんな感じで、リンゴに、うん。睡眠薬をね、こうやって混ぜます。え？よしよしよし。睡眠薬をこうやって混ぜてと。うんうんうん。よし。見て。今僕が持ってるのはね、睡眠薬入りのね、リンゴです。すごい。このリンゴをね、一口でも食べたらね、眠ってしまうはずです。ということで、睡眠薬入りのリンゴをね、こうやって冷蔵庫の中にしまっておきます。すごいすごい。泥棒を眠らせて捕まえちゃおう。あ、セキュリティで十分だ。ただマッキー、泥棒がさ、もしさ、この睡眠薬入りのね、リンゴをね、盗み食いしてもね、もしね、眠らなかった時のために、泥棒のアシトにもね、泥棒捕獲装置をね、作りましょう。へほーし、ということでね、泥棒のね、アジトにやってきました。うん。ここにね、泥棒捕獲装置をね、作っていきたいと思います。どういうのを作るの？確実にね、泥棒を捕まえたいから、泥棒がね、一番油断している隙をね、狙いたいと思います。泥棒が一番油断している隙？うん。それっていつ？ズバリ、泥棒が寝ている時です。はぁ！泥棒がね、寝ている隙を狙ってね、捕まえますということで。ナイスアイデアだね。うん。ここら辺をね、掘っていきます。とりあえずね、ここをね、掘ります。そしてここも掘ります。はい、見て。ん？こうすればさ、わあ、泥棒のね、ベッドの下に隠れることができます。すごいすごいすごいでしょ。うん。おー。とりあえずね、僕たちはね、ここのね、泥棒のベッドのね、下に隠れながらね、ここの下にね、さらにね、泥棒を捕獲する檻を作っていきたいと思います。そこでマキもね、こっち来て。はい。おー。そうしたらね、こんな感じで、うん、とりあえず深い穴をね、掘っていきたいと思います。こうやってね、こうやって掘ってと、こうやってね、掘っていきます。もうちょっと深くしてと。こうやってと。うん。そうしたらね、ベッドのね、ちょうど真下の部分に、うん、ここの部分にこうやって、おお、檻をね、作りまーす。こっち側にはね、空間を広げよう。そうしたらね、僕たちはね、こっちからね、登っていきます。こうやって、この細い隙間をこんな感じで通っていきますと。よし。そしたらね、もうこれほぼ完成です。はあ、すごいね。僕たちは、うん、僕たちはね、ここに待機します。うわ、すごいすごい。おお、なるほど。よし。そして、マキ、泥棒が来たらね、することを教えます。うん。泥棒がね、このベッドの上でね、寝始めたら、まず、ここに TNT を設置して、はあ、これを、着火します。そうするとね、ベッドが吹き飛んで、泥棒はね、ここのね、下にね、落ちます。で、この下ね、牢屋になってるから、そう、そんな感じでね、ベッドで寝ていたら一家が抜けて牢屋に落ちてしまうということで、それで泥棒捕獲成功すると思います。ナイスアイディア、うん、これで絶対泥棒捕まえよう、うん、泥棒が来るのは待とう。オッケー。ということでね、僕たちはね、泥棒が来るまでここで待ちましょう。ベッドの下で待ちましょう。来るよね。結構待ったけれども、どうだ？どんなやつなんだよ一体。ん？あ、扉が開いた。え？来るぞ、泥棒だ。来る？え？え？あんな見た目だったの？これが泥棒の見た目？え？これが泥棒なの？え？泥棒だ。何してるんだ？あ、物色してる？マッキーのアイテムとか物色してない？え？
なんか、アイテム取ってるぞ、マイキーの。ん？え？嘘？嘘でしょ？盗んでる。嘘？盗んでるぞ、盗んでるぞ。ほ。え？え？おお。嘘？え？マイキーのアイテムが。盗まれてる。お。え？ん？待って、それは、あ、僕のお宝。これマイキーの、お宝じゃん、これマイキーの。お、金が盗まれた。ダイヤも。まさかエメラルドも？え、嘘でしょ？おぉ。あ、ええー。全部、持ってく気だ。あ、今度は何だ？ん？今度ちょっと冷蔵庫を見てるぞ。あ、待って。冷蔵庫開けるはずだ。あ、いいぞいいぞいいぞ。冷蔵庫、そこにはね、睡眠薬入りのリンゴが入ってるからね。強力なね、睡眠薬だから。あ、あ、泥棒はね、一口でも食べたらすぐに眠るはずです。あ、よしよしよし。お、おぉ。強力な睡眠薬だからすぐ寝るよね。リンゴ食べた。え、泥棒分かってくるね。いいぞ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 。めっちゃ食べてる。いっぱい食べてるよ。よしよしよし。おぉ。でもなんか、あんまり効いてる感じが しないぞ。え、眠らないの？なんかあんま眠くなさそう。あれ？ただ、え？ただちょっとなんか、お腹は壊したようぞ、あのリンゴを食べて。え？ただ、全く眠くなさそう。僕のお家のトイレ使わないでほしいんだけど。そんな睡眠薬で眠らないなんて、ただお腹壊したけれども、あんまり意味がないぞ、これじゃ捕獲できない、泥棒を。はぁ、はぁ。お、地下通路に戻っていくぞ。戻ってく。おぉ、地下通路入ってった。逃げられちゃった。来た。あ、来た来た来た。来たぞ。あ、アジトに向かってきてるんじゃないのか、これ。おぉ。ん？そんなところにボタンあったの？ボタン押せばこんな簡単にこうクリアできたのか。お、ここは弓矢セキュリティがあったところじゃない？おぉ、はあ、軽やかによけたぞ。はあ、お、まずいぞ。こっちに来る、こっちに来る。僕たちのところに来るぞ、これ。捕まえられるかな？来るんじゃない？見ると泥棒怖いね。怖い。はあ、マキ、静かに静かに。待って。はあ、泥棒に僕たちがベッドの下にいることがバレたら、ね、計画失敗だ。絶対見つからないようにしなきゃ。はあ、おう、とりあえずマキ、泥棒がね眠るのをね待つことにしましょう。またバレないようにね。お、なんか泥棒が眠そうにしてない？これ。あ、眠そうにしてる。お、あ、今この上にいるよね。あ、あ、やったぞ。泥棒がね、寝てる。寝たぞ。マキ、今がチャンスだ。ベッドね、起爆してね、泥棒はね、この下のね、牢屋に落とすぞ。うん、落とそう落とそう。準備はいい？行くぞ行くぞ。うん。まずここに TNT を設置して。うんうんうん。ここに。よし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 、いいぞ。絶対捕まえるぞ。絶対捕まえるぞ。よし、オッケー。着火したらさ、そこに逃げてね。行くぞ。うん、オッケー。行きます。よし。ドロフォー捕まえるぞ。うん。スティートワン。よしよし。行けるぞ、行けるぞ、行けるぞ。よしよし。よしよしよし。捕まえられるかな？行けるのか？おぉ、やった！やったぞ。やったやった。ドロフォー捕まえたぞ。捕まえた、やった。動画がいいねと思った方は、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローと、インスタグラムのフォローと TikTok 登録、よろしくお願いいたします。よろしく！よろしくね。